おはスタは、テレビ、東京系列6局と近畿の独立放送局3局で、放送されている日本の平日早朝の子供向けバラエティ番組である。1997年10月1日放送開始。小学館の漫画雑誌、月刊コロコロコ,ロコミックのテレビ版としてスタートした。初代のメイン MC は、山寺光一で、以後のメイン MC3 人も含め、 全員声優を本業とする人物が代々引き継いでいる。流行語大賞を受賞したオーハーはこの番組が起源。正式名称はオハスタザ・スーパー・キッズ・ステーションマイナスで1980年代に放送されたおはようスタジオのリメイク的番組。2019年7月時点の放送時間は7時5分7時30分。 番組開始当初は7時5分、7時25分のスーパーライブのみの放送だったが、1998年4月から6時45分、7時25分となり、45分番組となった。ただし、ネット局やセールス、制作上での事情から45分すべてが生放送となることは不可能で7時5分を境にした二部構成となり、 7時3分までは全て事前収録の第1部枠となった。同年10月から現在の7時30分終了になる。2011年10月3日より13年ぶりに編成の刷新が行われ、第1部がこれまでの7時3分終了が3分短縮され7時終了に、第2部スーパーライブがこれまでの7時5分開始から4分拡大され7時1分開始に変更された。 内容面でも大幅な刷新が行われ、第2部はそれまでの情報番組前とした内容に、学校の設定をプラスし、さらに1999年3月以来12年半ぶりに、初代テーマ曲の、オハオハスターターオープニングに使用する原点、回帰的な演出もあった。その2年後の2013年9月30日からは、第1部が1分短縮され6時59分終了に、 第2部スーパーライブが2分拡大され6時59分開始に変更第1部と第2部はステーブラレ,レスで接続となった。2020年10月で放送開始23年を過ぎテレビ東京の平日朝のニュース情報番組の最長記録を更新し続けている。また在京民放キー局制作全国ネットの朝の生放送番組としても フジテレビの目覚ましテレビに次いでの常時番組となっている。1998年から1999年頃にかけての一時期はキッズステーションでオハスタ語として本来の放送日の夕方5時の維持放送がされていた。また、2000年12月より BS ジャパンでも放送を開始したが、権利団体と権利上の問題で折り合いがつかず、わずか1ヶ月弱で終了した。 後に放送を開始した姉妹番組はコロシアムシリーズは開始当初から現在まで BS ジャパンでも遅れネットという形で放送されている。毎年行われるゲームや玩具のイベント次世代ワールドホビーフェアでステージも行っている。2015年4月6日放送開始から4500回を迎えるのを機会に1997年の 番組開始以来使われてきたタイトルロゴを新しいものにリニューアルすると同時に、レギュラーメンバーの総入れ替えや一部企画の大幅リニューアルが施され、おハスタ645パートでは番組初の試みとしてソフトバンクモバイルなどが開発したロボット、ペッパーが MC を務めるなどの新企画を展開した。二千十六年四月より、チャージ百三十がモーニングチャージに。 開題の上、放送時間が6時40分、7時5分に変更されるため、18年続いた第一部枠が廃止となり、1998年3月以来に25分の単発番組に逆戻りする形となった。スタジオセットの刷新や、それまでのレギュラーメンバーもほぼ全員降板し、18年半メイン、MC を務めた山寺も優退。新たなメイン MC には花、 コーナツキと、小野勇気が抜擢され、レギュラーメンバーも、再び総入れ替えとなった。同時に、モーニングチャージ、からのステブレレス放送に変更。また、この時期より、夏休みスペシャルなど、事前収録の回で、字幕放送を開始した。この改編以降、スーパーライブの名称はほとんど使われていない。2017年4月17日には、放送回数5000回を迎えた。 2017年10月で放送開始から20周年の節目を迎えるのに伴いスタジオセットをリニューアル。これを前に同年10月2日放送分から10月6日放送分はテレビ東京の副調整室から生放送を行い2017年10月6日放送分では新スタジオセットの一部が公開された。そして10月9日放送分より レギュラーメンバーの入れ替えが施され、花ちゃんが初代メイン MC の山寺光一以来1年半ぶりに前曜日を担当すると同時に名前の表記がニックネームからフルネーム表記に戻っている。当初は7時5分7時5分30秒はアバンタイトルとなり、CM を挟んで本編開始が7時7分からとなったが、 12月11日放送分より、猛さてからのステブレレス放送となる。2019年7月11日12日の2日間は、劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲エボリューションの公開スペシャルとして、初代 MC の山寺光一とレイモンド・ジョンソンが、スペシャルゲストで登場し、番組開始当初にやっていた、山ちゃんの元気一発が、限定で復活した。また、 7月11日は、今国、7月12日は元オワガールで、フリーアナウンサーの平井リオもゲストとして登場した。2020年4月6日から、スタジオセットを一新しての生放送を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、スタジオでの使用を停止していることから同年5月29日まで、リモート放送で行われた。 同年6月1日から生放送を再開した。しかし、同年9月10日にアイクヌ原の新型コロナウイルスの感染が判明、9月9日、放送部により1週間は一部出演者がリモート出演を行っていた。2020年9月25日放送でメイン MC の花井が10月2日をもって番組を卒業すると発表し、同日に初代 MC の山寺宏一が登場し、 花江の卒業に駆けつけた。花江の卒業で、新メイに MC が月曜日のレギュラーから昇格した木村スバルに交代。レギュラー定期、不定期 CG キャラクター現在はなし。着ぐるみキャラクター録画放送。2015年4月6日に再リニューアルを行い、タイトルがオハスタ645になった。第1部と第2部の間に、かつてはこの後は、 スーパーライブ。山ちゃん、よろしく。続いては、スーパーライブだ。山ちゃん、よろしく。続いては、スーパーライブ、スタート。この後は、スーパーライブ、見てねー。というフリがあったが2014年8月29日を、最後に廃止した。第一部のタイトルの変遷第一部は、ほぼ一年おきに、リニューアルをしているため、その都度タイトル名が、下記の通り変更されている。 そして2016年度からは、スーパーライブのゴ座番組、チャージ730が、モーニングチャージに海外し、6時40分7時5分になったため、廃止された。6時59分7時30分の第2部は、生放送となっており、第1部とは、完全に独立している。通常、テレビ東京第4スタジオからだが、稀に地方からの放送、または二元中継がある。 2004年4月からハイビジョン化しており、民放の中でも非常に早かった。ただし、2009年3月まではスタジオ部分のみ、ハイビジョン制作で、2009年4月以降は全編ハイビジョン制作となった。また、春休み中の1週間、7月下旬、8月下旬の約4週間及び、年末年始はロケ収録したものを放送。その際は、 電気予報は放送されない。また、ムッシータウンと同様に2010年7月5日からは、レターボックス化。通常は、字幕放送は行っていないが、2015年3月から、事前収録の日に限り字幕放送を実施している。本番組は、アニメ番組ではないが、ポケモンショックを受けて1998年4月からは、 冒頭にテレビは明るいところで離れてみましょうというテロップを出している。内容はおもちゃなどの紹介やコロコロランキング、学校や遊びに関連したコーナー、天気予報など、小学館の雑誌と連動した企画もある。子供向け番組であることから、商品について発売、購入という言葉を使うことは禁止されており、登場、ゲットと表現している。また、 小学館でない出版社のアニメ、漫画のキャラクター。ただし、この時期は映画の制作元である、角川ヘラルド映画がスポンサーに入っていたなどが出演するケースもある。さらに、2009年から不定期に集営者の少女漫画雑誌、リボンの連載漫画との連動企画を実施している。以前は第三スタジオから生放送していた。 また2000年2月から3月は通常スタジオの改装工事に伴い、天王図スタジオから生放送したことがある。2007年12月頃から一時的に CM5 毎回現在の時刻を読み上げていた時期もあったが、現在も不定期に行われている。2011年10月から2013年6月まで、及び2014年以降の4月初旬頃から5月下旬頃まで、 オープニング CG が導入していた。放送終了直前には、以下のフレーズを言っている。2008年3月以前、オハベース出演者、ムッシータウン出演者、オハスタ645、オハスタ645出演者、オハスタ645出演者、オハスタ645号、号、出演者、オハスタ645、出演者レギュラー日替わりレギュラー月曜火曜,日曜,日曜,日曜水曜。 木曜金曜定期、不定期編戦イコールスタジオ内のモニターの中に登場したキャラクター。2007年のコロコロコミック総刊30周年を記念したコーナーで、2007年10月から2010年3月まで、第1部の6時58分頃から約5分間に放送。テレビで放送されたものをほぼ月替わりに分けて放送しているもの。 ここに上がっているものはその作品の一部のエピソードをピックアップして放送しているのでそれの作品すべての話を見られるわけではない。2008年3月31日から4月4日までの1週間の放送休止を経て4月7日から再開した。同時に企画趣旨もコロコロコミック総刊30周年記念から週刊少年サンデー総刊50周年記念に切り替わり、 週刊少年サンデーに連載されていた、剣有伝説刃を1年間放送したが、2009年4月から、再びコロコロコミック連載作品が放送されるようになった。太字のつぼねは、増刊号のみネット。2017年までは、年末年始を除きあたり番組が休止することは、ほとんどなかったが、特別番組などによりあたり番組を休止することがあり、 加えて2018年からは全米女子オープンゴルフ中継の放送券がテレビ東京に移行したことに伴い休止の頻度が増えた。ありがとうございます。